ヒレオ、ヒレオ。おー、到着。ヒレオ到着。ヒレオくん、今回はですね、ここの、大砲あるじゃん。大砲だけを使った縄張りバトルをしていこうかなと思ってるんですけど、何やってんの？ここの、大砲も使っていいし、ヒレオくん側の大砲も使っていいし、俺のチームの大砲も使っていい。合計3つある大砲だけを使って戦っていきます。で、大砲を、ま、撃つんだけど、画面に入ってきたな。俺の画面に必ず入ってくる。ねえ、ねえ、映りたがりの人やん。映りたがりの人やん、これ。ごめん。ごめん。ごめん。落ち込んだ。なんかごめんな。ごめん。怖い。怖い。怖い。それ怖い。それめっちゃ怖い。そう、ね、ヒロ君。移動して、もう大砲を使えばもう何してもいいから、移動して、で、好きなとこにこう撃っていくと。で、最終的に塗りが、多かった人が勝ちですね。はい、待ち受けしました。今回は、フェスのステージで、ヒレオくんと大砲だけのバトルをしていきたいと思います。この、ヒレオくんとの対決は、結構俺負けてる気がするのでね、頑張らなきゃいけないです。これ、どうしようかな。真ん中ちょっと走っていくか。ヒレオくん手前の大砲だ。俺真ん中いきなり行くわ。これ取って、これで塗る。よし、これで塗っていこう。で、ヒレオくんは、今、後ろで撃ってない。危ない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 。めっちゃ撃ってくる。危ない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 。あれ当たんのかな？いけ。OKOKOK。今、チャンス。ただ、大砲の数。いって当てられた当てられた当てられた。大砲のさ、可動域がさ、あんまりないわ。ちょっとこっちも撃っていこうか。よし。撃っていこう。ほい。塗って。あ、インクなくなって、あ、やべえ、周り、塗ってないから。インクが。これ、インク回復大変だな。ちょっと下塗っといた方がいいのか。よいしょ。これ大事だね、これ。これ、どっちが上なんだろう。てか、大砲だけでもう400ポイント塗ってるわ。すげえ塗ったわ。せっかくだし、真ん中行くか。微妙にバレないようにみたいですね。なんかバレてね。ちょっと待って。なんかバレてなかった今。危ない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 。うわぁうわぁうわぁ危ない危ない。ちょっと待って、なんかうまい。いや、近づけない。ちょっと待って。ちょっと待って、これは。向こう側行くか。ヒレオの大砲取れた。真ん中にいる！ヒレオくんもう真ん中にどうやって移動してたの？真ん中陣取られたとかめちゃくちゃ塗られてるんだけど。でもあと1分しかない。こっから。ちょっと待って近づけないねえ！うわぁうますぎる！バレない。裏！ヒレオに！ヒレオにと。当たってる？よーし倒した。あ、インクない。真ん中行こう。ようやくヒレオ倒したヒレオ大砲。よし、チャンスだ。今塗るべき。こういうこと塗っといて。復活したな。あれ撃ってくるからな。タイミング見つけないと。今だ。ほら塗るよーしインクない。待って、インク出ない。これ勝てるかもしれない。これもう近づけさせない。俺もこれやろう。おれ勝った。どうだ？最初はヒレオくん有利だったけど、後から俺めちゃくちゃ塗ったからな。どっち？あー惜しい惜しい負けた。ゆいちゃんのゆいちゃんはゆいちゃんです。